こんにちは。歴ショックです。今回は、徳川家康と結んで、小牧長久手の戦いで秀吉と戦った信長の次男、織田信雄の生涯について紹介します。信雄は、失敗続きの暗愚な次男というイメージがついていますが、実際は有能ではないにしろ無能とは言い切れない人物で、織田家をないがしろにして天下を握った豊臣氏、徳川氏による印象操作で必要以上に貶められているとも言えます。信雄自身は失敗も多かったものの、父親譲りの行動力で成果も多く上げており、天下を狙って公然と敵対してきた秀吉に敗北しながらも生き残り、滅亡を回避しながら、天下人から豊臣大名への転身に成功しました。小田原征伐後に改易されるも、改易内容も同情の余地はあるもので、最終的には大阪の陣でうまく立ち回り、再び大名に復帰し、明治時代まで家名を残すこととなります。今回は、時代が大きく動く中で転落していきながらもしぶとく生き残り、豊臣、徳川の世を生き抜いた織田信雄の生涯について紹介します。失敗が続くも、信長からは見捨てられず、織田信雄の出自。織田信雄は、1558年に当時24歳の織田信長と実質的な正室、生駒狐の次男として生まれました。信長の嫡男、織田信忠の母も信雄と同じ狐で、信雄は信忠に次ぐ存在として、三男の織田信孝以下、諸子の弟たちとは別格の扱いを受けます。もっとも、ずっと織田家に残されたわけではなく、1569年に伊勢の国主北畠氏との和睦条件として北畠氏に養子に入り、元服後は北畠友豊を名乗り、北畠友典の娘を妻に迎えました。当時、北畠氏には当主で信雄の養父である北畠友房と隠居した先代当主北畠友典がいましたが、織田家から押し付けられた信雄を無視できず、信長の圧力もあり、1575年に信雄が北畠氏の家督を継承します。信雄の支配領域は、伊勢神宮の外交、大港を中心とした物流拠点であり、他家に養子に出たといえど、織田領国を支える重要拠点を任されていたところに、信雄の身分の高さが見て取れます。1576年、信雄が18歳の時には、信長の命令を受け、すでに当主となっていた北畠氏を完全に掌握するため、舅にあたる北畠友典を殺害したのを皮切りに、北畠一族の粛清にかかります。養父の北畠友房は幽閉され、その弟の長野友藤、北畠近成、他一族、歯向かった有力家臣をことごとく殺害し、北畠氏は完全に織田家の支配下に落ちました。その後の信雄は、引き続き南伊勢の領主として北畠姓を名乗りながら、織田家当主となった兄、織田信忠に従って大阪、播磨や、謀反を起こした荒木村重の摂津有岡城など各地を転戦しています。この頃までは、大きな失敗もなく着実に戦功を積み上げていましたが、1579年、信雄が21歳の時に、信長に無断で、国境を接する隣国伊賀に独自に出兵し、大敗北を喫してしまいます。伊賀は、地侍が一騎を組み実質的に支配を行っている地で、そこに信雄に反抗する北畠氏旧臣が合流し、反信長勢力となりつつありました。信雄は、約1万の軍勢を率い伊賀に攻め入るも、一騎勢に敗れ、有力家臣、柘安重を失うなど多くの損害を出し、信長にも叱責され、親子の縁を切ると言われるほどでした。もっとも、信長は敗北したこと以上に、信雄配下の地侍が遠方への出陣の負担を嫌い、近場の伊賀を攻めるよう進言したのを見抜けなかったことに怒ったとされ、この年は謹慎を命じられたのか、信雄の活動は以降見られなくなります。それでも、翌年には許されたのか、安土城内に自分の屋敷を普請するなど活動が見られ始め、1581年には、5万の大軍を預けられ、大将として再び伊賀攻めを行いました。滝川一益や丹羽長秀ら重臣も加わり、全方向から伊賀に攻め込み、約1ヶ月かけて伊賀を完全に下して、戦後は伊賀の大半を領土として与えられるなど、汚名返上を果たしました。この年に京都で行われた馬揃えでは、当主の織田信忠80騎に次ぐ30騎を率いて参加し、10騎を率いた信孝、信兼らとは別格の扱いを受けていたことがわかります。ところが、
1582年の甲州征伐では、信雄は出陣はしているものの、目立った活躍はなく、それどころか、詳細は不明ながら、戦後に処刑されることとなる森矢後八郎という人物の関連で、信長の機嫌を損ねたとされます。信雄は戦勝祝いへの参加も認められず、伊勢に留まっており、弟、信孝が大将を務める四国征伐軍への援軍派遣を命令され、不名誉な状態のまま、本能寺の変で父を失うこととなるのです。天下人の座を狙うも、秀吉の圧倒的な力の前に屈する。本能寺の変以降の織田信雄。本能寺の変が起きた当時、伊勢にいた信雄は、四国征伐軍へ援軍を送っていたこともあり、軍勢も少なかったことから、明智討伐を単独で行う力はなく、完全に出遅れることとなりました。信長の妻子を日野城で保護する蒲生氏の支援要請を受け、ようやく2000ほどの軍勢を整え、伊賀経由で近江に向かうも、伊賀で一揆が起き始めたこともあり、それ以上軍を進められず、そのうちに山崎の戦いが終わり、光秀は討ち取られました。翌日の6月14日に、安土城を守っていた明智秀光が坂本城に退避し、翌15日に信雄が安土城接収に向かったものの、安土城は原因不明の火事で焼失します。キリスト教会の記録では信雄が火を放ったとされていますが、信雄が城を焼く理由がなく、近隣の一揆による仕業ともされますが、信雄は結果的に安土城接収すら無事に遂げられず、いいところなしで終わってしまいます。その後の清須会議では、弟の織田信孝が名目上の総大将として光秀を討つなど大活躍していたこともあり、信雄は一門筆頭ながら、信孝との兼ね合いで、当主となった三法師の名代の地位につくことも叶いませんでした。本能寺の変以前に数度の失敗をしていたこともあり、信雄は織田家代々の尾張、国を加増されるにとどまり、尾張、伊勢、伊賀計100万石の大名となるも、宿老が主導する織田家の新体制の外に置かれ、不満を持つ結果となります。体制外に置かれたのは信孝も同様で、信孝は、三法師の身柄が岐阜城にあるのを利用し、織田家の主導者として振る舞い始め、宿老合議制を主導する秀吉と対立し始めます。三法師を担ぎ柴田勝家と組む信孝に対抗するために秀吉が担いだのが信雄で、信雄も、三法師が成長するまでの織田家当主の座を狙い秀吉陣営と組み、信孝、柴田勝家と対立しました。信雄は、賤ヶ岳の戦いでは伊勢の滝川一益の抑えに回り、秀吉が勝家を破った後は、岐阜城の織田信孝を討ち、信孝を自害に追い込みます。主家殺しを避けたい秀吉に利用される形にはなったものの、今回は信雄自らの手で反逆者を始末したという実績を得て、秀吉を指南役とし、織田家当主、天下人の座を手にすることとなりました。しかし、これは形ばかりのもので、賤ヶ岳の戦いの論功交渉は秀吉が行い、信雄も前田玄義を京都諸士大に任命するも、秀吉の指示に従うよう言い含めるなど、実権は秀吉が完全に握っています。秀吉は、賤ヶ岳の戦いの5ヶ月後には大阪城の築城を開始し、次第に信雄を軽んじるようになり、信雄もこれを察したのか、秀吉との会談を経て、冬頃までには秀吉の元を離れました。信雄は、秀吉が大阪城を築城し始めた頃から、信長の天下布武に似た、以下会談の印判を使用し始めており、自分が天下人織田家の当主だという思いを新たにし、以降、徳川家康との連携を深めていきます。当時秀吉は、天正神武の乱以降、織田政権下で徳川家康が一手に担っていた東国対応に介入し始め、家康も秀吉への対抗意識から信雄に味方しました。秀吉と信雄の間は、津川義冬ら信雄三家老によって維持されていましたが、1584年3月に信雄が秀吉との親密な彼らを誅殺したことで、信雄、家康陣営と秀吉陣営は開戦するに至りました。秀吉は三法師を抱えてはいましたが、織田家当主である信雄に公然と歯向かうこととなり、にもかかわらず、池田恒興、三輪長秀ら織田諸将は実力で勝る秀吉を支持し、天下人の座をめぐる争い、小牧長久手の戦いが始まります。秀吉は、伊賀、尾張犬山城など信雄の領地を次々と攻略するも、
信雄は家康の協力を得て、池田恒興、森長吉ら中入り勢を長久手で討ち取るなど、初戦は戦いを優位に進めました。しかし、秀吉方による信雄領への攻勢は続き、秀吉が優位となっていく中、開戦から半年が経った9月には、秀吉と信雄、家康陣営の間で一度和睦交渉が行われましたが、この時は決裂しています。その後、秀吉方は南伊勢を攻略し、信雄の居城、伊勢長島城近くまで迫り、半年以上にわたり領国を攻撃され続け、追い込まれていた信雄は、家康と相談するまでもなく、11月に実質的に降伏と等しい講和締結を余儀なくされました。南伊勢、伊賀を割譲させられた信雄は、小牧長久手の戦いを経て家臣筋の秀吉と主従関係が逆転し、1585年2月には大阪の秀吉の元へ出向き、正式に進従します。小牧長久手の戦い以降、官位も秀吉の方が信雄を上回るようになり、信雄は豊臣政権下の一大名として生き残りを図るしかなくなっていきます。改易され全てを失うも、復活を遂げ家名を残す。織田信雄の後半生。秀吉に臣従した信雄は、なおも秀吉に敵対するかつての味方の家康、さっさ成政を臣従させるよう務めを課され、秀吉による天下統一のために働くこととなります。天正地震の被害により秀吉が融和姿勢を見せたこともあり、信雄は岡崎城まで出向き、家康に臣従するよう説得。1586年10月に家康は上洛して秀吉に臣従し、信雄も役目を果たしました。豊臣政権下の大名として働いていたことから、官位も昇任、内大臣と上がり、トップクラスの地位を誇った一方、九州征伐に従軍するなど、秀吉との主従関係もしっかりと固まっていきました。小田原征伐では、信雄は豊臣政権の東国政策を担当する家康の補佐の役目を任され、二番手として東海道を進み、伊豆韮山城攻撃などで活躍。北条氏直の降伏を仲介するなど、家康と共に中心的な役割を果たします。その関係で、戦後は関東に移封された家康の後釜として、家康丘陵の東海地方への転封を指示されるも、信雄はこの命令を拒否したため、改易処分とされました。信雄が父祖の地からの移動を嫌がった。秀吉が信雄を取り潰す機会を虎視眈々と狙っていたなど様々な説はあり、信雄が状況判断のできない暗愚な人物であったことを示す一つのエピソードとなっています。しかし秀吉は、すでに織田家を超越し、今更信雄は障害とはならず、むしろ信雄を、豊臣政権を構成する一大名として重視しており、一方の信雄も、時流をわきまえずわがままを言ったわけではありません。小田原征伐中に家康が関東に移封されるとともに、信雄も移封されることはすでに計画され、その噂が届いた信雄の領内では騒動が起き、信雄はその鎮圧に追われていました。ただし騒動は収まらず、信雄はやむにやまれず秀吉からの命令を拒否してしまい、秀吉も豊臣政権下の大名としての務めを果たせないとして、見せしめの意味も込め、一気に改易に追い込んだというのが実態です。尾張には毛利勢が抑えとして布陣していたこともあり、信雄はなすすべなく下野烏山へ入るとされ、豊臣大名としての織田家は一旦滅亡することとなります。信雄は、翌年には家康の尽力もあり赦免され上洛し、以降は、三法師こと織田秀信の家とは別の、信雄が当主である織田宗家の復活を目指しました。信雄自身は、嫡男の秀勝に家督を譲り隠居、さらに内大臣も辞任し、出家して伊予の道後に移りました。信雄が身を引いたことで、秀勝は近江大溝、越前大野4万5千石の大名として復活し、羽柴姓、三義の官職を与えられます。信雄は朝鮮出兵では、幼い秀勝に代わって、1500の兵を率いて名古屋まで出陣し、この頃に、秀吉に御富衆として召し抱えられ、大和に1万7千石を与えられ、秀吉の庇護を受ける身となりました。信雄の織田宗家は、一度すべてを失い、豊臣家によって再興を許された家であり、それゆえに秀吉死後も、豊臣家と一心同体となっており、関ヶ原の戦いでは秀勝が西軍についたため、信雄ともども再び改易となってしまいます。信雄は、改易されても豊臣家の庇護を受ける身には変わらず、
豊臣秀頼の母、淀殿の一族として大阪に居住していました。元内大臣という身分の高さもあり、領地はほぼないながらもある程度の存在感は持ち続け、淀殿を支える織田一族の一人となります。そのまま10年以上の月日が流れ、1614年、信雄が56歳になった時、徳川氏と豊臣氏の対立が深まると、信雄は再び歴史の表舞台へ舞い戻ります。大阪城内では、徳川家との交渉を担当する執政、片桐勝元と強硬派の大野春長の対立が深まり、大野春長が片桐勝元暗殺を企むまでになっていました。この情報を掴んだ信雄は、勝元の身を案じ出資を取りやめるよう勧告。勝元はその後、大阪城を退去するに至り、徳川家とのパイプ役を追いやった豊臣家は海戦へと突き進んでいきます。その際、豊臣家内部では、信雄を大将としようとする動きが出始め、巻き込まれることを嫌った信雄は家族と共に城を退去し、豊臣家から離れ京都に移りました。信雄は、大阪の陣に徳川方として参戦したわけではありませんでしたが、この時の行動が家康に認められ、戦後、大和、光月に計5万石の領地を与えられ、大名復帰を果たします。信雄はその後、15年にわたる余生を送り、三代将軍徳川家光の時代になった1630年に、72歳で生涯を閉じました。信雄は四男の信義に生前から光月小幡藩2万石を分地しており、五男の高長が残りの大和宇田松山3万石を継ぎ、二家が大名として続きます。特に信義の娘は、徳川家光の弟、忠長の正室となり、徳川家の外戚として官位も上がり、信義、高長の子孫は、石高は低いながらも国司格の待遇を受けるなど、天下人信長の血を引く高貴な家として扱われました。両藩はお家騒動などで転封され、国司格の待遇は取り上げられたものの、明治時代まで生き残り、本能寺の変以降、豊臣秀吉、徳川家康と天下人の座が移っていく中で、豊臣家が滅亡したのと対照的に、信雄は織田宗家を大名として残すことに成功したのです。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけるとチャンネル登録できます。Twitter、ウェブサイトでもたくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。